エリナはこの辺りで待っていろと言っていたな。あ、キリュウさん。よう、結構早かったな。キリュウさんと出かけるのが楽しみで、ちょっと早く切り上げてきちゃいました。おいおい、大丈夫なのかよ。平気平気。それじゃあ行きましょう。美味しいお店があるんです。わかった。うん？ん？どうかしました？いや、なんでもない。じゃあ行くか。はい。誰かに見られているよ。キリュウさんとご飯、何にしようかな。俺のおごりだ。遠慮せず食え。本当にいいんですか？男に二言はない。ありがとうございます。じゃあお言葉に甘えて。すみません。これと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 、あ、これは大盛りで、それがおかずで、主食は…いただきます。美味しかったです。キリュウさん、ごちそうさまでした。本当に大食いなんだな。そうなんですよね。あっちのお店も美味しそうだな。まだ食べるのか。私食べてもすぐにお腹空いちゃって、だから食費が結構かかるんですよね。そりゃ大変だな。ん？キリュウさん、どうかしました？やはり誰かにつけられているようだ。え？つけられてる？待て！おい、お前だな。さっきから俺たちをつけていたのは。人聞きの悪いことを言うな！僕はお前がエリナちゃんにひどいことしないか見張ってたってわけだ！あ？何言ってんだお前。かわいそうなエリナちゃん。無理やりこんなヤクザみたいな男に付き合わされて。あなたは知り合いなのか？知り合いも何も、僕らは恋人同士。僕らは愛し合っている仲なんだ。何？恋人同士でもなければ愛し合ってもいません。学校のサークルで一度お会いしただけじゃないですか。そんなに照れなくてもいいんだよ、エリナちゃん。僕にあんなに優しく接してくれたんだ。好きだからそうしてくれたんだろ。違う、それはあなたの勘違いで。それに一度会っただけなんて水臭いな。僕は毎日エリナちゃんを見守ってるっていうのに。え？毎日見守るって？どうやらストーカーってのはこいつだったようだな。そんな男なんかほっといて、僕と一緒に遊びに行こう。僕なら君を幸せにしてあげられるよ。キリュウさん、その辺にしておけ。みっともねえぞ。うるせえ！大体なんだお前は。エリナちゃんを呼び捨てにしてなるなるしいぞ。あんたエリナちゃんの何なんだよ。エリナはな、俺の女。キリュウさん、だからこいつには指一本触れさせねえ。なんだと。エイラちゃんの恋人はこの僕だ。キュッ。邪魔するやつは死んでもらうしかないね。
くそ。もう二度とエリナに関わるな。今度こんなことやったらただじゃおかねえぞ。エリナちゃん、あなたと付き合いをすることはできません。そして見守ってくれる必要もありません。私にはもう素敵な人がいるから。さっきは本当にありがとうございました。すっかり迷惑かけちゃいましたね。気にするな。はあ、私って恋愛に不器用なのかもしれません。昔からうまくいかないんですよね。好きじゃない人からは勘違いされるし、好きな人には嘘っぽいって言われるし。それはまた難儀だな。だからもう恋なんてしばらくいいかなって思ってました。でも最近もうちょっと頑張ってみようって思うようになってきたんです。ふん、そうか。でもさっきのはびっくりしちゃいましたよ。その俺の女だなんて言われて。ああ、すまなかった。あのくらいの嘘を言わねえとあいつは引き下がりそうになかったんでな。いえ、ちょっと驚いたってだけで。嬉しかったです。それに嘘にしなくても別にいいっていうか。なんでもありません。しかしエリナのことだ。また今みたいに勘違いするやつが出てこないとも限らねえぜ。きっと私は無意識にみんなによく思われたくて愛想を振りまいていたんだと思います。でもそのせいで結果的に人を傷つけたし、自分の恋も人間関係もうまくいかなかった。だから私これからはもっと自分に素直に生きようって思うんです。人からどう思われるとか好かれたいとかそんなのに縛られずに正直に。どうやら吹っ切れたようだな。これでもう猫かぶりエリナも卒業かな。今日からは猫かぶらないエリナです。誰にでもいい顔はしないんです。でもその代わり好きな人にはガンガン言っちゃおうかな。ほう、キリュウさん。キリュウさん、今日は本当にありがとうございました。あなたが私のことを俺の女だって言ってくれて、私すごく嬉しかった。大好きな人にあんなこと言ってもらえたのは私初めてで、今でも胸がドキドキしてるんです。ずっと本当の私を見てくれていたのはあなただけです。キリュウさん、今日はちょっと勇気を出そうと思います。ちっ恥ずかしいな。これからもずっと本当の私をそばで見守っていてくださいね。